じゃん。いまだに現役。プレステ2。これ発売日に買ったプレステ2なんだけど。その証拠に型番。まあ、わかる人はわかると思うんだけど、メーカーの人とか。これ発売日出荷の番号。いまだに現役です。でもコントローラーは死んでるからね。これデュアルショック1。プレステ2のコントローラー死んでるんだよ。だけどなぜか1は現役。これグランツーリスモ2と同発じゃなかったっけな。すごい、未だにスティックも生きてて。見てこのゴム、もうツルッツルだよ。未だにこれ使えるんだよ。なんでだろう。プレステ4のコントローラーなんだ。これ3つ目だよ。3つ目だよ。なんでこの1個目がまだ全然現役でいけんだろう。てか4つ目持ってるからね。なんで？コントローラーの寿命がだんだん短くなってってるな。今思うと。で、今これ、2にも使えるからね。これ、使って。で、当時これ、発売日にこれと一緒に買ったのは同発の。で、1。未だに取ってある。これ DVD ディスクなんだよな。これ青いんだよな。これ、あ、取れない。青いんだよ、ほら。この青い方がかっこよかったな。これコンビニで買ったんだよな、これ。なんか予約するん出遅れて、ダメ元でファミリーマートで予約してきたんだよ。なんかそれで、なんか発売日に急に電話が来て、買えるやつね、すっ飛んで自転車で買いた。これコンビニで買ったやつだよ。まだ動くという。それちょっとやってみよう。今回やるゲームは、これじゃないよ。はい。ダージョブ・ケルベロス。なんか FF7 のリメイクやってたらやりたくなってきたんで。当時最高グラフィックなんだけど。すげえボッケボケだな。プレステ2ってこんなボケボケだったっけ？ムービー見てみよう。あ、でも綺麗だよ。もうリメイクで出てないからな、このユーフィとか。ヴィンセント、だから現時点でゲームではこれが一番だ、グラフィック。いまだにヴィンセント、これが一番綺麗なグラフィックでしょ、ゲームでは。プレステ2やってた時は、このムービーシーンのキャラを動かしたいなってずっと言ってて、今はもうこれ以上のもんが動かしてるもんな。もうプレステ3の13でもこのグラフィックで動かしてたもんな。それでプレステ3で、もうグラフィックよりもロードをファミコン並みにしてほしいっていうふうに友達と話してて、それが今年
プレステ5でそうなるらしいから楽しみだな。もうほんとこれ以上のもんが動かしてるもんな今。でも今見ても綺麗だよ。うん。3年後。FF7 の中でこれは一番新しい世界か。FF のシューティングってなんてこれ以来ないんじゃない？でもやっぱボケてるな。HD で出してほしいな、これとクライシスコア。また。また会えた。ルクレツィア。あ、もう全然ストーリー忘れてる。エアリスじゃん。ヴィンセントいいの？最後まで使ってたもんな、これ。彼らの行方は未だ分かりません。当番組スタッフがミッドガルで消息を絶ち、ガラケーだ。一体何が起こったのか、本日は彼らが最後に送信してきた映像をご覧ください。3年間開かれなかった扉、それが今開かれようとしています。ここは今まで記録になかった場所、シンナビル地下深くにある謎の施設です。先ほど手に入れた情報によりますと、ここに数万人の人間が移送された形跡があり、シンナが人体実験を行っていたという噂の原点といったことも考えられます。今回この調査にあたり、同テレビ局スタッフとボランティア団体による。これは何でしょう。当時このグラフィックはすごいよな。今出せば売れるで、プレステ4で。ダンテだ、ダンテ。これがゲーム画面か。これはすごいボケてるな、画像が。
やっぱ今のゲームってすげえんだな。見つけた。うわ、どうあんのこれ。どうあんの。R1 で撃つの。お？これでしゃがむ。あれどうやって立つんだっけ。これか。前転して取って。ポーション。あ、敵がいる、敵がいる、敵がいる。わあ、これ読むんだな、そういえば。R1 でバトルか。これね、右スティックじゃなくてこの 3D ゲームで酔うのはね、このあ、ちょっと待って、あ、喋りながらゲームってできねえな。おう、これね、こういう 3D ゲームで酔うやつってね、この左スティックでね、キャラを動かすと勝手にアングルがこう視点が変わるのが酔うんだよ、このゲームで。右スティックで自分で視点を動かすんならいいんだけど、こういう自分が左行くと、これ竜が如くでもそうなんだよ、これ。左行くと画面が勝手にこう、補助でアングルが変わるゲームは酔う。FF7 のリメイクは大丈夫だった。自分で右スティックでやんない限り視点は動かないから。これね、大きなお世話なんだよな、この。親切で作ってる人は、こういう風にオートにしてんだろうけど、これね、読むんだ。龍が如くがそうなんだよな。それで極み、あのゴールデンウィークのセールの時、俺龍が如くやりまくってたんだけど、ダウンロードして、極みのね2からオンオフ機能がついたんだ。これ勝手に視点が変わる変わらないの。極み1まではこれスティックだった。自動に視点が変わるやつだった。それ龍が如く3はプレステ3の HD 版だから、もうすごい左スティックの反応が良くて、ちょっとずらすともうすぐアングルが変わって、めちゃくちゃ酔ったよ。っていうか、もう気持ち悪いもん俺。あー、このゲームすげえ酔う。あ、これどっち行くんだ。あれ、こっち行き止まりだな。うわ、すげえよこのゲーム。そうだ、酔ってたなこれ。これ勝手に右に行っちゃうのかって。これ酔うパターンのゲームなんだよな、こういうの。もうね、 3D ゲームの作る人は絶対これオンオフ機能を入れてほしい。まあ、中には酔わない人はいいんだろうけど、酔う人はこれで酔うんだよ。勝手の視点変更、これ酔うな。これ狭いとか特に酔う。リーブとの待ち合わせ場所は、わあ、もう酔った、気持ち悪い。ダメだ。
これ今中古で180円で売ってるから、もしやりたい人はやった方がいいかも。面白いんだけどな。あとは慣れなんだよな。あの龍は如く極み1はね、あのアングル、こういうふうに勝手にアングルは変わるんだけど、ゆっくり変わるからいい。まあ慣れたんだけど、プレステ3の龍が如く3はきつかったな。まっすぐこう走れないんだよ。ちょっとスティックがずれるだけでもう画面がグイングイ動くから勝手に。だこういうゲームの時はもう右スティックで使わない方がいい。酔わないようにプレイするには。まあ、こんな感じか。あとは気になる人は本当にこれやるか配信を待つか。 HD 版出そうな気がするんだよな。その時はもうぜひこのオンオフ機能つけていただきたい。これないのか、コンフィングでないのかな。あ、もうカメラスピードは絶対遅いだわこれ。照準でもね、早い遅すぎてもね、ゲームに支障が出るんだよ。もうでも多少食らってでも酔わないのを重視するのはこの遅いなんだよな。あ、やっぱ視点のオートがないな。もう必ずつけてほしいんだけどな。こうやって遅くなる、あ遅くなるな。右スティック関係ねえんだよな。移動スピードはやっぱり変わんねえよ。こういう時は右スティックいじっちゃダメ。言おうか。こんな感じかな。うん、これはもう本当に酔うからちょっとずつプレイしてくるのがいいかも。ゲーム的には面白いと思うんだけどな。FF のシューティングだから。行き止まりか？あ、イベントがあった。子供がいたわ。ん？ここだけ？よし、子供を助けたところで。やっぱやりたくなるよね。リメイクやった後だと。やつら。うわ、何こいつら。そこの連中なら、もういない。こんなところでイチャつきやがって。行こう。